クリスタルシャワー、さあ今日も始まりますよ。いろんな方々のね、いろんな話を聞ける番組です。さあ始めましょうかね。クリスタルシャワーです。ショーケースキャピタルの未来ミーティング。こちらのコーナーはショーケースグループのメンバーが未来をちょっと良くする知識や情報をお届けするコーナーです。こんにちは、ショーケースキャピタル代表取締役の平野井です。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、初夏ですね。初夏、そうですね、暑くなりました ね、 ね、まあ、4月から新しいこう期が始まりまして、はい、でちょっと、期間が経って、で、はい、暑くなってということですね。でショーケースという会社ではですね、はい、3つの言葉を大事にしておりまして、はい、で誠実、誠実、挑戦、挑戦、成長、うん、この3つでして、で、比較的平均年齢若いんですけれども、うん、なるべく若手に挑戦させようということを、まあ、掲げている感じなんですけれども、うん、まあ、そんなこともありまして、前回に引き続きですね、またですか、またですね、またですね、インターン生を、連れてまいりましたので、まずは自己紹介からお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。株式会社ショーケースでインターンをさせていただいております、神保正成と申します。今東京大学の文化2年生で、ちょうど今年20歳になったところです。ピカピカ。そうです。ショーケースの方では基本的にスマートピッチのやはりその知名度であったり、ショーケース自体の知名度を広げるっていうことを主にやっておりまして、基本的にメディアの運営であったりとか、まあ、スマートピッチのミートアップの運営であったりとか、そういったところを担当しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんてスラスラ喋れるんですよ。すごい練習したんじゃないでしょうか。ちょっと練習しました。喋ったことあるの、こういうなんか大学で放送部にいたとか。いや、何にもないです。ただ口から先に生まれてきた人。なるほどですか。だってすごくスムーズなんだもの。はい、あ、よかったですね。ね、はい、上手。ありがとうございます。素敵です。で、はい、今回ですね、エピソードとしまして、まあ、ショーケースでは先ほど3つの言葉を挙げていたんですけれども、それ以外にですね、おもてなしテクノロジーで人を幸せにということですね、まあ、IT 企業でテクノロジーを活用してサービスを提供しているんですけれども、その根底にですね、おもてなしという、まあ、心を大事にしているというのがございますので、まあ、過去もですね、おもてなしのエピソードというものをですね、まあ、来たゲストにお話ししていただいているということがありますので、今日はこの神保君にですね、お話をしていただきたいなと思います。わかります。ありがとうございます。そうですね、僕結構昔から旅行が趣味で、やはり休みの時になると結構暇さえあれば旅行するみたいな感じで、国内国外さまざまなところを巡ったりしてるんですけど、そんな僕が先日タイを訪れた時のお話をしようかなというふうに思います。タイって皆さん結構観光大国っていうイメージあんまないかもしれないんですけど、微笑みの国じゃなかったっけ。そうです、そうです、微笑みの国で、結構日本人も多いんですけど、それを他にもやっぱ海外の結構欧米の方々も結構いらっしゃるようなすごい観光大国で、日本よりも本当に外国人の人多いんじゃないかっていうぐらいの国なんですけど、そちらの方で結構物価も安めだったりして、いろいろと観光地を巡りやすかったりとか、こういうタクシーを使いやすかったりとか、すごいトゥクトゥクね、トゥクトゥク、そうです、トゥクトゥクも乗れたりして、そんな感じでいろいろと観光地を巡ったりして、で今度例えばホテルに泊まるっていう時も、その日本、僕たち学生でも日本よりも、やはり日本の中でもいいようなホテル、日本から見てもいいようなホテル、タイでいうと結構なんか4つ星とか5つ星みたいなホテルとか結構泊まりやすかったりするので、じゃあせっかくだから5つ星に泊まってみようってことで、そのタイの地元でいう5つ星みたいなところに泊まってみたんです。そしたらその設備とかやっぱりなんかすごい屋上にあるおしゃれなルーフトップバーみたいなところであったりとか、すごいなんか広々としたプールみたいなところとか、設備とかむちゃくちゃ綺麗で、そういったところはすごい豪華だったんですけど、まあなんかそんな感じでいいホテルだなと思って部屋に帰ってきた時に、そのなんか日本のホテルっていう当たり前の基準っていうことにちょっと驚かされたので、逆にっていう話があって、施設とかそのね環境はあるけれど、スタッフの方々だったりとかみたいな話が、なるほど、ありました。例えばなんか歯ブラシとかが煮物で当たり前のように毎日人数分置いてあったりとか、
まあ、例えばバスローブも確かにそうだった会いに行ったけど、うん、そうなんですね、やっぱなんかその数に例えば少し差があったりとか足りないよみたいな、あったりなかったりみたいなね、今日はあんだねみたいなね、そうなんですか、わかるわかる、設備もシャワーの設備とかもすごい整ってそうなのに出てくる水圧あれみたいな水全然出てこないな、それはちょっと海外あるよね、あって当たりとか外れとか日によって勢い違うみたいな、あーなー、そうなんですね、なんかそこが維持されてる、それがどこのホテルでもやっぱそのサービス、一定のサービスとしてある日本って、そこをおもてなしって意識したこと確かになかったかもしれないですね、ただ日本だと当たり前ですね、そうね、まあ、素晴らしいっちゃ素晴らしいけど当たり前に思うんじゃないよって自分に ね、 そうですね、言い聞かせないと ね、 ね、そうなんです、だからなんかその日本の当たり前のレベルに驚いたっていうのが、なんかその当たり前を実現すること自体が結構日本でいうその気づか、日本人自体が気づかないおもてなしにはなってるのかなっていう、今ちょっと新しいキーワードですよね、はい、おもてなしのね、はい、当たり前になってるね、はい、ってことが、はい、なるほど、ちょっと、はい、おー、その視点いいね、いいです ね、 ね、逆の視点ですよね、うん、今までの、うんうん、はい、初めて、なんです、そのなんかそれを実際に例えばそれを何でしょう、自分がどのように生かしていくかみたいなことにつながるとするならば、はい、やっぱり結構僕あサークルの方に入っていってビジネスコンテストキングっていうサークルに入って、そのつながりこのショーケースもインターンさせていただいてるんですけど、その中で前の代表が言ってきた言葉に当たり前を疑えっていう言葉がある、うん、いいですね大人が教わるっていい言葉があって、やはりその当たり前を疑え、当たり前の裏にそのやっぱそのそのホテルで言ったら日本人のスタッフさんの心意気があるとか、まあその様々あり当たり前のように成り立っているサービスが誰かの鍵の努力の裏にあるよっていうの裏側で自分たちが当たり前だと感じてるよっていう話っていう若者からすごいインターン生からすごいことをなんか学んじゃったね、もうさすが東大ですから、あ素晴らしい、ありますし、逆にその中自分がその誰かにサービスであったり誰かに例えば仕事を割り振るとか自分からこういう仕事をしたからこういうことお願いしますみたいな言う時になんか当たり前の状態として高いレベルを維持しておくっていうのも結構なんかそれをなんかやりましたよみたい な、 なんかすごい自分の功績のように言うのも第一ではあるんですけど、その一方でやっぱその気づかないところで少し気遣いをしておいてあげるとかっていうことはやっぱ常日頃から意識しておくべきかなっていうふうに感じましたね。あの見え見えにこういう方はちょっとなんかこう聞く側からするとあなんかやってる感あると思うんですけども、そういうのを教える時とかですかね、まあ、そういう時にはあのちゃんと身内にそういうことを裏でやっておかなきゃいけないんだよっていうことを教えて、それが結果的におもてなしにつながってるとかですね、まあ、そういうことがあるというか、教育っていうよりも本当になんあのほらこのコーナーで いろんな方に聞いたじゃないですか、はい、その方のおもてなしって、はい、今日のね、はい、そういうことを聞くことが、はい、なんか実体験な、はい、なんか聞いたことで知るっていう方が、はいはいはい、なんかそのおもてなしっていうところが、はい、なんか身につくような気がする。そうだと思います、ね、経験自分はできないんですけれども、うん、経験した時と同じような知識とか、うんうんうん、そういうことが身につくんじゃないかなと思いますので、ね、もうぜひあの皆さんに聞いていただきたいなと思いますし、ちょっと本当今 ね、はい、ねそう思った、はいはい、うんね、若いのにいい経験と気づきを ね、 そうですね、あと周りにそういうね、言葉を残してくれる人がいるから余計ねアンテナがつながって、ね、あいい話だなってだから帰ってきてから今日ちょっと目を起きちゃったちょっと暑くてポワッとしてたんだけど、ねええ、これ、やっぱり日本以外のところでしたら結構あるあるなのかなっていう気が実はしてまして、私はタイには行ったことないんですけれども他の、国は20カ国ぐらい行ったことありまして、やっぱり同じようにシャワーの話とかですね、アメニティ系の、そういうものの話っていうのは確かに欠けてる部分が、他の国では感じられたんですけども、日本の出張とかでよくあのホテルとか私使うんですけど、そういう時には全くそこら辺を気にしなくていい状態になっているのは当たり前のね、そうなんです、間違いないなと思っててですね、
これは今インバウンドで海外の方々日本にいっぱいいらっしゃってると思うんですけれども、その日本のホテルのそのランクがあると思うんですけど、当然一番いいあのクオリティのところはそれなりのあのサービスが提供されていると思うんですけれども、そうじゃない、それほど高くないホテルであったとしても同じぐらいのそういう点においてのクオリティというのはまあ担保されているというのが日本のまあ良さなのかなという気がしますね。そうそう、あとコンシェルジュさんだったりね、あと旅館には おかみさんがいるのよ、そうですね、クリスタルには狼のね気になるね、大とかよろしいよ、いや私が言うべきでしたね、すいません言わない感じがしたから自分で言ったった、すいませんただあの、うん、今ホテルの話もそうですし、うん、日本においきましてあの駅員さんとか皆さんそういう方々も本当に、あの観光客の、方々にはもう丁寧だということで、ね、すごい評価を得ているかなと思いますけれども、うん、今そういうのが本当に我々は当たり前と思っちゃってるんですけども、うんはい、改めてそういう違う見方をねして、はい、みんなで確認し合うのもすごくいいかもね、うん、そうですね、うん、素晴らしい、はい、そんな日本人の私たちも一人だもんね、そうですね、自慢日本人いやちょっと今日いい感じの回でしたね、ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオ初めてで大丈夫とか言ってたけどすごい聞き入っちゃったねなるほどみたいなありがとうございます、いやもうショーケースの若手ってか大体こんな感じなんですよね、いやもうまだまだなんですねまたこれからもですね、はい、あのインターン生も含めですね、若い方を連れてきてですね、こういう新しい感覚というかですね、いいですね、まあ、本音も聞きつつ、今日ちょっと、はい、過去一番盛り上がっちゃいましたね、ありがとうございます、私たちが盛り上がっちゃったありがとうございます、ありがとうございます、ではでは、はい、ショーケースキャピタルの未来ミーティング、また次回もお楽しみに。さあクリスタル情報局でございます。今日ちょっとちょこっと発表すると、動いてる音がしてます。オープニングあの台本がなくて3つぐらい言って終わっちゃったあれだ、始まりますな感じでしたねそんな日もありますよね。そうですね、そうやって鍛えられていくんです、うん、ラジオ生放送、ね、うん、私16年目に差し掛かります、パチパチ、それでもそんなことがありますよ、うん、だけど対応できるようになりますのでね、うん、ここでどんなことができるか、まあ、皆さんが皆さんね、番組をスタートするってわけにはなかなかいろんなことでできませんよね、うん、そうですね、ご予算だってあるしね、ご予算ね、ご予算だってあるしね、あと地震だってあるしね、何ができるんだっていうね、うんうん、そんなに長い時間できませんよっていうね、なかなかなんかもともとそういう方ことをやりたいと思ってて、うん、プランニングがあってっていう方はちょうどいいものが来たって思っていただけるかもしれないけど、なかなかいませんけど、いませんけどね、うん、いませんけど、うん、そうなんですよ、うん、ね、そうでない方はやっぱりコンシェルジュ始めていただくと、そうですね、なんか一回やってみるとこれができるできるかなとか、そう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 、もっとできるかなとか、そうなんですよ、なんか見えてきますよね、そうです、うん、で、まあ、あのインターネットあるからいいんじゃないってあの言う方もいらっしゃるんですけど、うんうん、全然別なものです、うん、確かに、うん、ね、うん、やっぱり公共の場で生放送でね、で、まあ、SNS とも相性がいいので、こちらで生放送でこういう経験をして責任を持って、うん、話す場所なのでね、はい、国が定めた、ね、うん、放送のものですから、はい、そういうつもりでやっていただいて、うん、で自由な部分は SNS にでお話ししていただいて、それを合体して、うん、自分の、メディアを作っていただくというのが理想的、うんうんうん、そうですね、うん、私 SNS でライブ配信してるのとかもたまに見るんですけど、うん、私思ったのはよくおかみがラジオって人柄が出るのよって話してるじゃないですか、うん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 、だけど SNS で喋ってる方よりかは、うん、ラジオで本当に喋ってる人の方がなんかその人となりが分かる感じがしますよね、同じ話してるのに、そうね、うん、なぜでしょうね、うん、なぜでしょうね、やっぱり私はね、うん、どっか
責任、今言ったように、うん、公共の場でそういう場所をも持たせてもらったというところで、うんうんうん、本気度がちょっと違うかな。やめようってわけにいかないじゃない、うん、自分がやりたくてやってるのとちょっと違いますよね、やっぱりね。簡単にやめたり始めたりとかってできないっていう責任を持った上で、真剣に自分に向き合う場所になるんだと思うんです、うんうん、そこの違いかなっていうのは。だけど SNS を否定してるんじゃなくて、その気軽さだから見えてくるもの、出てくるものがあるから、私は両方ができるチャンスがあるんであれば、両方を持って自分のメディアを作っていくのが一番いいかなって、理想的。今やられてる方もね、うん、両方一緒にやって相乗効果が上がってる方もたくさんいらっしゃるから。だから一人でも多くね、まあ、うちではそういうやり方を作って、本当に手ぶらできても、ね、お相手する人もいるし、うん、いろんな写真も撮ったり、ね、映像もね、お出ししたりとか、いろんな方サービスを作っているので、ぜひやりたいと思う気持ちさえ、それが本気であれば、はい、ご一緒できてね、できたら嬉しいなと思っておりますので、ただいま絶賛7月クールからのスタートの方々を募集しておりますので、ワンクールごとに必ず募集はしているんですが、はい、今は7月クールスタートの方々にお声かけしておりますので、以前やってた方でも、これからちょっと自信ないけどやってみようかなという方でもよろしいし、ちょうどやりたいと思ってたのよって方は、もうすぐにご連絡いただければ、もう作戦会議ですよね、さあどこからどの辺からスタートする、何曜日にするとかな、ね、何時ぐらいにしようかとか、何をやろうかとか、誰かと話したいなだったり、まあ、最初はコンシェルジュのコーナーさえになればね、自分のそのコーナーの曲を決めたりすることもできるし、ね、楽しいですよ ね、ゲストさんもお呼びできるし、それがまたね全然違うのよね、一人で喋るのができるようになって、じゃあゲストも呼べるんじゃないってやってみたら、もうとんでもないでしょ。面白いですね、見てる方は ね、で聞いてる方もきっと面白いですよ。あ、そうね、でそれがまた慣れていって、じゃあまた一人で喋ってごらんっていうと、また急にできなくなったりね、あと座談会っていうね、何人かで喋るとかっていうのもね、公開処刑ですねおかしいおかしい募集してるのにちょっと間違った井戸端ミーティングですでも最初、今は平気だろうけど、最初はさあ座談会やるよ座ってって言ったら、もうとんでもないでしょ、みんなってなりましたね、なんていうの、次喋ってる人とほら被っちゃいけないっていう、そういうタイミングも見なくちゃいけないし、そういうとこ難しいよね。なんかそうですね、それぞれ喋りたいこともあるけど、自分の言いたいことも言わなきゃいけないし、難しいですよ ね、そういうのも全部いろんなことをこなしていくと、例えね、今喋りたい原稿がなかったとしても、さらっとね始まりますってだいぶ汗かいたじゃないですか実はざーっとおたらーんとしてこれ違う番組のやつだとその名前読まなくてよかったです16年の中でね、何回かあるんですよ、嘘でしょみたいな、うまくごまかせてたのか、うまく やれてるかどうかは分かりませんけど、もうキャラを前面に出してね、こんな感じって言ってとりあえず締めてつなぐみたいなそういうことだけはできるようになりましたけど、まあ、とにかく、大好きな人ね、ラジオが大好きな方、いつかはやってみたいと思っていた、そんなチャンスが私にもできるのかななんて思う方はね、じゃあとりあえずご連絡いただいて相談してみましょう、お話ししてみたら、じゃあここからならできるかなとかね、月1回とかそういうのもあるのでね、チャレンジしてみるっていうのはいいかもしれないですね。ホームページね、ラジオクリスタルカタカナで打っていただくとすぐ検索できますので、そちらで見つけていただくと、ご連絡お待ちしております、ぜひぜひ。ということで後半戦はまた盛り上がりますのでね、一曲聴いていただいて、ジャズですか、あ、今日は来るはずじゃない、春通がいる、いますね、亡霊かな妖精かな、だから絶対ジャズだよではお願いします。メンソーレー
はい、どうもこんにちは、広報流の時間でございます。はい、広報流のお時間でございますよ。どうしたの、沖縄行ってたの？いや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 、今日はもうね、ちょっと天気といいね、うん、この季節、テンションも高すぎて声のボルテージも高いけど、そうなんですよ、メンソーレな気分でございますが、沖縄にいるの今？全く縁もゆかりも行ったことは、行ったことはありますけど、最近は行っておりません。そうだよね、今俺の目の前にいるってことは東京にいるもん ね、 そうですね、スタジオにいるよね今ね、スタジオでやらせていただいてますけども。 で、 でもなぜ沖縄なのかというと、そういうことなんです。今日のゲストがそれに関係があるからですよね、はい、そういうことですよ。もうホットな話題、ついこの間まで沖縄をね熱くしてきた企業さんがね、沖縄暑いのに、ただでさえ暑いのにさらに熱くしちゃった、大盛り上がりだったじゃない、もうウェイウェイでガンガンと、ウェイウェイ言っちゃってね、すごい盛り上がり、早く紹介しましょう。そうですね、はい、はい、今日のゲストは株式会社ナノベーションパブリックリレーションズの野沢千里さんに来ていただきました。ようこそ広報流へ、カモン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 、よろしくお願いします。最近このトーンだけど、これで行くことはないから大丈夫ですからね、普通に行ってもらって大丈夫ですから、わかりました、はい、今日すっかりね、洋服ね、ちょっと見てる人、聞いてる人は分かんないんですけど、ね、見てる人はね、分かっていただけるんですけど、もうかわいい、かりゆし、かりゆし、はい、沖縄のね、沖縄の戦争ですね、これが、はい、そうだよね、はい、先々週でしたっけ。そうですね、5月の24日から27日に何があったんでしたっけ。マーケティングアジェンダという、はい、出ましたマーケティングアジェンダ、知ってる方も多いですね。いやですね、やっぱり最近ね、まあ、PR もマーケティングも、うん、デジタルマーケティング、まあ、いろんな業界をまたいで、うん、このマーケティングアジェンダって大きなカンファレンスですよね、うん、もうマーケティングカンファレンスってもうね、有数の日本最大級と言っていいんじゃないですかね、うん、ありがとうございます、うん、が先々週、そうですね、はい、沖縄で行われました。最高の季節だったでしょ。まずそうですね、一応もう沖縄その前の週から梅雨が来てたんですけど、うん、会期中1回もあの雨降らずっていう感じで、素晴らしい、来てる人のパワーですね。いやですよね。ちなみに今年のマーケティングアジェンダには何名ぐらいの方がいらっしゃったんですか。うん、今年は、前の日の、イベントも合わせると430人来てますね。430人ですよ、430人イベントのために沖縄に行って、そうです、一大、まあこれ観光、沖縄としても観光なんというかね、名物ですよね。そうですよ、しかもマーケッターばっかりが、マーケティング関係者だけ、うん、いやすごいですよね、すごいよね。ちょっと知らない人のために、うん、 そうだね、そのマーケティングアジェンダ、まあ、どういうことが行われたとか、はい、どういうプログラムなのかとかってちょっと教えてもらっていいですか、うんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、マーケティングアジェンダというのは今年で6年目を迎えるような、そっか、はい、もっと長いのかと思った、うん、イベントで、うん、沖縄県の読谷村っていうところで、うん、はい、行ってます。で読谷村って日本一人口が多い村として有名なところなんですけれども、はい、そういうところで毎年開催しているようなイベントになります、うんうん、で毎年そうですね、今年は、マーケティングアジェンダには380人の方がいらっしゃったんですけど、うんうん、まあ、大体それぐらい の、 結構著名な皆さんも知っているような企業のマーケターの方たちに集まっていただいて、うん、でまあ、みんなでこうネットワーキングしていただく、うん、ウェイウェイするっていうやつですね。ウェイウェイだけではないですよ。ウェイウェイだけではない。ちゃんとねマーケティングの知識やね、はい、最近のトレンドもね、あ、そうですそうです、しっかりと議論して未来を語ってね、はい、ありがとうございます。素晴らしい。ちなみに今年のそのゲストというかその著名な人、うん、テーマとかね、テーマとか含めてどんな感じだったんですか。あ、そうですね、今年のテーマはアイディアっていうところが、うん、アイディアの発見っていうところがテーマだったので、うん、まあ、なんかこうそれに合わせていろいろなこうキーノートをやっていきました、うん、で例えば言っちゃってもそうですよ、公開してるので問題ないんですけど、INE の大西社長、うん、CEO の方にいらっしゃって、結構まあ、シャンプーとかで結構有名になったような企業だと思うんですけど、ボタニカ、あ、そうです、ボタニストとかの、はいはいはい、あ、そうだ、ボタニストだ、おしゃれな最近のシャンプーのブランドだね。まあ、そういうので結構シャンプー業界ってもうピアノ爺さんとかの花王さんとかもう大手がいる中で、そうですそうです、まあアイディアの力を持ってまあどういうふうにこう拡大していったかみたいな話をいただいたりとか、ぴったりだね、というのはそういうアイディアの発見っていうテーマに沿っていろいろなまあコンテンツ作りっていうのを行ってきました。はい、あれ3日間あるんでしたっけ、2日でしたっけ、3泊4日になってます。3泊4日マーケティング付けですよ、すごい長いですよね。そのなんか昼は昼でなんかこういろんなお話聞いたりとか、はい、ネットワーキングもあるんでしょう、なんかこうやっぱりね、せっかく
泊まりで、うん、ね、リゾート地に行ってるんで、第2部の部分、第2部の部分で、どっちが本番かみたいな、どんな感じのことが行われる、そうですね、まあ、いわゆる第2部みたいなのはその夜のところですかね、うん、で今回は1日目とかは文化遺産、世界文化遺産の、あ、すいません、名前が出てきました。大丈夫ですよ。ザキミ城っていう、はい、ザキミ城跡っていうところがあって、そこの跡地でみんなでこうネットワーキングしたりとか、うん、あと2日目の夜はコザってわかりますかね、か結構米兵とかが多い、あんまりこう観光客は行きにくいみたいな場所があるんですけど、そこのこうストリートをちょっと一角を貸し切って、みんなでこう飲み会やったりみたいな。貸し切って、はい、貸し切りで行いました。場所にこだわってるね。いや、それ最高じゃないですか。なんか同じ思いとか同じ仕事をしている人たちが、まあ、会社は違いど集まって、うん、で、まあ語り合え、うん、でもウェイウェイでしょ、お酒で盛り上がるね。盛り上がる。普段できない体験をみんなでっていう、夜遅くまで語るからな。いや、すごい、来年ですからね、やっぱ皆さん来年行きたいけど、ちょっとお高いんじゃないですか。ちょっと聞いてみよう。ちょっと聞いてみましょう。これ3泊4日おいくらぐらい、ね、値段がそうですね、ブランドの方とパートナーの方で分かれていまして、うん、でブランドの方は基本的に無料でお越しをいただいています。すごい、ブランドってすごいな。すごいね、この扱いね。じゃあ普通に参加みたいな、僕のような小僧が参加っていうのはどういう感じなんですか。そうですね、まあ、代理店サイドの方とかには、うん、まあ、50万円程度こうカンファレンスによってもまたちょっと金額が、まあ、沖縄のね、3泊4日だからね、一番大きな金額はそれになりそうですね。そっかそっか、そういうね、まあでもなんかいいですね。そしてこのラジオをお聞きの皆様は、うん、なんと、うん、何50万円が、うん、50万円あ、50万円やっぱり50万円が50万円です50万円変わんないんだ。買い方は変わんないですね。後日なんか追加でね、何かあるかもしれない、出るかもしれないかね。マーケティングアジェンダ大好きとか書くとね、安くなるかもしれない。ハッシュタグつけていただいてみたいな。そうだね、シェアしていただく。そういうことか。そうだね。ちょっとね、マーケティングアジェンダの話長くなっちゃったんですけど、うんうんうん、野沢さんのね、うん、そのマーケティングアジェンダじゃなくて、うん、ナノベーションさん、パブリックリレーションとして加わってね、そこに至るまでの、うん、なんか聞くところによると、そうだね、転職されたのがこの5月で、そうですね、マーケティングアジェンダの寸前に入社されたという、うん、ことなんですよね。おっしゃる通りです。はい。どう、その今までどういう、じゃあ前職とかその前々職も含めてちょっと教えてもらいたいなと思いますけど、はい、はい、私ナノベーションは3社目になっておりまして、うん、新卒が2018年なんですけど、うん、その時は動画広告の、ニュース TV というところに入社をしました。ベクトルグループさんなんですよ、はい、ありがとうございます。ベクトルグループのニュース TV で最初は営業としていろいろなこうアカウントプランニングみたいなのを行っていて、うん、でその後広報マーケティング部の立ち上げっていうところで、うん、初めて、まあ、その動画広告の業界で営業やっていたところからちょっとこう広報とかマーケの方にぐっと近寄っていきました、うん、はい。でそこからまた転職を行って、うん、で PR 会社でちょっとこう PR の勉強いろいろやって、うん、PR 会社、はい、で今年の5月にナノベーションに入社っていう流れになってます。いや素晴らしい。だからなんかこうフレッシュなようなもう経験も、広報の立ち上げかとかからやるから、そうだね、結構いろんな経験されたんじゃないですか、うん、じゃあそうですね、うん、もうなんか幅広くもう何でもちょっと泥臭くやるみたいなのはいろいろやってきましたね、うんうん、例えばニュース TV さんとかだと、はい、やっぱりこうね、動画を売っていくっていう営業から入っていって広報になった時に初めてそこで広報を学んでいくわけですけど、はい、なんかこのその時に得た、あ、広報ってこういうことなんだとか、こうやればいいんだみたいなところって何かあったりします？そうですね、うん、やっぱり新卒で営業を始めても営業しかしたことなかったので、まあ、基本的にはちょっとこうゴリ押しじゃないですけど勢いでいいね。結構いや重要ですよ、やっぱ広報に勢いはね。そうですね、うん、もう新卒の時とかもアポ電やりまくってみたいな感じだったので、もうこうがっつり新規営業みたいな感じだったんですけど、うん、やっぱり広報ってなると、まあ、ガツガツこう行くだけだとどうにもならないこととかもあるじゃないですか、うん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 、なのでやっぱりこうコミュニケーションみたいなのは営業の時も大事だなとは思ったんですけど、なんかよりこうちゃんと考えるようにはなったかなと思います。なるほどなるほど、うん、ね、PR 会社のグループの動画広告の会社の広報ですから。そうだね、なんかね、そうそうそう、なかなかね難しい広報って言っても難しいところだと思うんですけど、そこの経験を経たら次 PR 会社じゃないですか、はい、うんうん、例えばどんな案件をご担当、お客様をご担当されたとか、ね、実名はいいんですか、どういう業種でとかってあるんですか。そうですね、私メインでやってたのが外資のサイバーセキュリティ
おー、渋いな、ずいぶん。そうなんですよ。これ難しくないですか、結構ね。結構難しかったですね。ですよね、はい。なんかサイバーセキュリティとかセキュリティソフトとか、うんうん、はい、要は目に見えるプロダクトじゃないじゃないですか。で、セキュリティって言ってもたくさんありますしね。はい、そうなんですよ。そこでなんかこう工夫したとか、なんかこういう風にしたみたいなこととかって、なんかシェアできることとかあったりします？どうですか？そうですね、まあ、やっぱりそのサイバーセキュリティも外資っていうので、本社がアメリカだったんですね。やっぱアメリカと日本だと結構まあ、そのセキュリティへの考え方とか、その浸透率みたいなところの考え方もだいぶ違ったので、やっぱりそのアメリカ の本国に言われた通りにこう動くのだと、かなり難しかったなっていうのがあります。なるほどね。確かにね。なんでやっぱこう日本の市場に合わせて、ちょっとコピーも考え直したりですとか、じゃあそれを説明して、本国に説明しながら、日本のカルチャライズをしながらやってったって感じなんだ。はい。そう、何を隠そうというか、隠してないですけど、はい、オーストラリアにね、留学されていたっていうところで。じゃあ外国のライズなんだね。いやでも、行ってたのも1年半ぐらいなんで、そんな中、じゃあ1年半でも、そのね、こうポンポンポンと英語でね、How you doing ですよね。いや、本国とのやり取りはまた困んないぐらいはあれなんだね。そうですね、メール対応とか困らないぐらいでやってましたね。素晴らしい。いいね。そうか、じゃあまあ結構そこで PR 会社でいろんなクライアントをご経験されて、はい、この5月、はい、ね、ナノベーションマーケティングアジェンダっていうところなんですけど、はい、まあきっかけはいいとして、まあその何ですかね、いきなりこう僕のイメージはやっぱりマーケティングアジェンダっていうカンファレンスっていうイメージなんですよ。 そうだね、うん、そこの候補なのかなって思ったんですが、はい、他にもいっぱい事業があるんですよね。そうですね、実は3つ事業を行っておりまして、うん、今話にも出てるマーケティングアジェンダとかをやってるカンファレンスの事業と、あとはメディア、アジェンダノートっていうメディアをやっているので、メディアの事業と、あとエデュケーションの事業があります。でそれはサロンとか塾とかですね、うんうん、マーケティングの塾だったり学べるよっていうようなものなんですね。足立、さんもね、足立さんの、はい、無双塾っていうのもやらせていただいたり、業界ではね、有名な、みんなの集合写真よくある。そうですね、マーケ業界で有名な無双塾もね、ありがとうございます。はい、あって、基本そのそういった意味では今3つの事業があって、はい、うんうん、まあ、柱っていうのはやっぱりこうカンファレンスなんですか？そうですね、まあ、やっぱり皆さんからナノベーションっていうと、やっぱカンファレンスだよねとか、マーケティングアジェンダだよねってこう言われることが多いので、まあ、そうですね、うちとしては一応こう3つの事業というふうに考えてはいるんですけど、うんうん、やっぱりこう見られるのはカンファレンスの事業なのかなと思います。なんかしかも、うん、僕マーケティングアジェンダしか僕認知してなかったんですよ。それはまずいです。ああ、これまずい、ちょっと教えてほしいな。実はいろいろっていう。他にどんなカンファレンスが、今ものすごい数やってるんですかね。どんな、はい、どんなカンファレンスをやってるんですか、他に。今年は8つ、8個、カンファレンスやる予定になっておりまして、そうなんですよ。2ヶ月から3ヶ月くらい。いやー、やばい、やばい、それ大変ですよ。1ヶ月だ、2ヶ月未満だ。本当だ。ね、運営超大変。1.5 ヶ月に1ヶ月やってからな。これはしんどいよ。例えばどんな、はい、まあ、5月に行った沖縄のマーケティングアジェンダがあったりとか、うん、あと7月には大阪の方で、ネプラス U っていう、うん、ああもう来月だ、はい、ね、ネプラス U、 ネプラス U、 もう7月12日から、うん、はい、へえ、それがどちらでしたっけ。大阪ですね。大阪で、はい、梅田で行います。でその後次も9月には B2B アジェンダっていう、 B2B アジェンダ、B2B 企業の SaaS とか B2B 向けのプロダクトのマーケティング担当が詰まってくる。なるほど。それどちらですか。それは浜名湖、あ、すいません、浜松市、浜松、静岡、うん、すごい、もうライブツアーみたいになってますね。各地回ってますね。各地回って、そうだね、楽しそうだな。楽しそうだよね。でその他にもリテールアジェンダみたいなのがあったりとか、ライジングアジェンダがあって、あとマーケティングアジェンダもまた東京 で、ね、12月に行ったりとか。この東京僕司会やったことありますか。そうですよね。ああね、それ聞きましたよ。3年前かね、ギャルソンのスーツを新調したという。そうです、このためだけに買いました。いや素晴らしい。いや、リテールアジェンダなんかイメージつくんですけど、うんうん、ライジングアジェンダって何ですか。はい、ありがとうございます、うん、ライジングアジェンダってちょうど昨年から始まった、プロレスかな、ライジングじゃなくて何でしたっけそれ。
格闘技かね。格闘技っぽいよね。違うか。違う。格闘技担当者の集まる。格闘技担当者の集まる、ね。ニッチだな。違うんですけれども、はい、これがアンダー35の若手マーケターに向けたようなイベントになってます。ライジングね。これからこう。あっちゃったね。あっちゃった。登っていく人たち、ね。YouTube 見た方は分かるっていう。そうか、若い人としか。そうか、若い。じゃあアンダー35の若手の人たちが集って。ね、はい。ウェイウェイやそれもマーケなんでしょ。そうですね、マーケー、ね、若いマーケッター、うん、若いマーケッターね、まあ、これからのこう次世代の方たちを育てていこうみたいなところで。いやでも確かにね、そのアイデアだったりとか、そのなんでしょう、まあ年取って経験でこうなったらこうなるよっていう戦略とかはね、うん、やっぱりこう経験とか知識があれなんですが、うんうんうん、こうアイデアっていうのは、うん、なんか打ち破らなきゃいけないじゃないですか。そうね、そうね、だから変に常識がある人たちからはやっぱり常識が破壊できるようなものないから、やっぱりそういういいですね、ライジングアジェンダ参加しよう俺も。いいね、いや、ね、できないんですって。そうですね、できないんですよ、入り口でシャットダウンされる。すいません、ね、35歳以下出て、ね、Z 世代メインですから。なるほど、あなた昭和世代です。いいなぁ、すごくなんかすごいいい匂いするんだろうな、35歳以下の人たちだったら、ね、俺たちが入る、いろいろなこう刺激があって、刺激がね、いいですね。ライジング今回初めて。ライジングが、2回目になります。あ、2回目やってるんだ、はい、昨年やって今回2回目。あ、いいなぁ、でも行ってみたいよね、見てみたいですよ、ね、外から見たいぐらいで、ね、うん、そうですよね、こう張り付いて、ね、見たいよね、うわぁ、こんなに若い人たちがウェイウェイやってるって。そうです、そうです、最高ですけど。そうです、まあそんな8個もうやってて、まあなかなか大変そうなイメージあるけど、うん、さらにそのね、メディア事業とかもある。そうですね、ね、はい、アジェンダノートとかも運営してますね、ね、はい。ちょっとこの辺りのオウンドメディア戦略というか、まあ、話せる範囲でいいんですけど、うんうんうん、まあ、ソーシャル自社の公式の SNS もあったりすると思うんですね、はい、マーケティングアジェンダの公式もあるんですか。マーケティングアジェンダの公式、公式 SNS、 ごめんなさい、公式 SNS、 ツイッターとか、まあ、ないですね、それはないんですね。広報アカウントがもう全部まとめてっていう、まとめてっていう、はい、そういうのもやっぱり運営っていうのは野沢さんやられるってことですね。そうですね、はい、私がやってます。ただアジェンダノートはあのオンドメディアっていうよりももう一個のメディアになってるので、それはもうあのメディア担当の人がいてっていうので、はい、なので私のところとはまた違う人がやってますね、はい、今そういった、まあ、そのメディア、まあ、まあ言ってもまあ自社のメディア、まあ、メディアではあるんですが、うんうん、自社が運営してるっていうところだと、はい、なんかそれぞれの役割だったりとか、うんうん、どういう目的とか工夫してることとか何かあったりしますか。そうですね、まあ、やっぱりあのナノベーションの3つの事業って全てこう関わり合っていて、うんうん、まあ、やっぱりそのエデュケーションとかで、うんうん、あのまあ、若い世代に関わらずですけど、まあ、新たなこうマーケターを育てていくみたいな、うんうんうん、でそこでまたこうなんかメディアの事業で、まあ、新たな知見をこうインプットしてもらってとか で、うんうん、でまたそのカンファレンスで来てもらってつながってもらってみたいな形があるので、なんかこの三角形のところをこうもうよりこう強化していけたらなっていうのがあります、ね、うんうん、そっか、まあ、全部シナジーあるところですからね、単体ではなくてつながってっていうのが、そっかそっか、そういうあれなんですね、うん、まあ、今後その、ね、戦略じゃないですけども、うんうん、なんか予定こういう成長を考えてるとか、まあ、一個ずつのカンファレンスでもいいですし、はい、会社としてでもいいんですけど、うんうん、なんかこういう成長軌道ってどういうことを想定されてるんでしょう。これも話せる範囲で全然いいんですけど、はい、そうですね、うん、まあ、今3つの事業があるっていうふうにお話ししたんですけど、うんうん、結構もうあのカンファレンス系は割とさっきも JJ さんがの 1.5 ヶ月に1回ぐらいやってるじゃん、ね、みたいな話があると思うんですけど、もう割とそのやれるこうマックスまで生きてると言いますか、ね、ですね、限界値に近づいてると思いますよ、参加者の方もあのもうおかげさまでだいぶ集まっていただいて、うんうん、もう割となんかあのアジェンダ系とかカンファレンスはもうここからあの拡大していくっていうよりも、うんうん、もうちょっとこう今後はクオリティを上げていくみたいな、はい、まあ、それがなんかセッションなのかこう施設なのか、うんうん、あの運営側のこうオペレーションなのかみたいないろいろあるんですけど、うんうん、クオリティを上げていくっていうことを考えています、うんうん、あとはメディアとかエデュケーションの方を今後はあのさらにまあ強化して、うん、あのやっていけたらなっていうのがあります。そうだね、なるほどなるほど、うん、まあそうですよね、まあちょっと楽屋裏でも話してたけど、動画のね対談コンテンツとか面白いんじゃないっていう、はい、アイデアいただいて、そうですよね、とにかくキャストはさ揃ってるから、ね、うん、そうですね、まあ、ね、素晴らしい人たちが、ね、素晴らしい人たちが、ね、ね、ありますからね、うんうん、まあ楽しみなあれですけども、うん、ちょっとねその広報の方に話を戻していくとですね、うん、はい、まあ、あの一応ねこの番組はあの若手のね、うん、あの人たちとか、まあ、学生の人たち広報になりたい人たちに対してなんかアドバイスできることとか聞いてるんですけど、はい、なんかありますその広報を
まあ、実際ご自身は営業からいきなり広報だと、そうですね、もうでも4年ぐらいになるのか、はい、そうですね、やり始めて、ね、はい、うん、姉さんとして何か伝えたいという、これをやっといた方がいいんじゃないみたいなあります？そうですね、でもやっぱりあの断らないこととか、なんかとりあえずこうチャンスがあったら飛びつくことっていうのはすごい大事かなと思ってます。でその、まあ、私が最初広報業務に携わり始めたあのところでもあるんですけど、もともと営業やってて、で広報立ち上げるっていうタイミングでなんかやってみるっていう話があって、でちょっと勇気ないけどどうしようかなって考えつつ、まあ、飛び込んでみたっていうので、うん、今のまたこの世界が広がってたりするので、うん、まあ、こうチャンスがあればあのもう迷ってもいいと思うんですけど、なんかぜひこう挑戦して、はい、頑張ってもらえればなとは思います。なるほど、はい、難しさとか面白、まあ、難しさって何ですか、広報の。広報の難しさ、そうですね、まあ評価指標がこうなかなかこうなかったりとか、やってもその結果に結びつきにくいみたいなのはありますね。それこそ営業の時の新規営業の時とか、もう何件かけて何件取れたっていうのがもうその目標の KPI みたいなこう指標になって分かりやすいですね。でそうですね、まあ、結果に結びつかなかったとしても、まあ、何件家電したみたい なんかそういうのがこう残ったりはするんですけど、なかなかまあ広報ってなんかそういうのともちょっと違ったりはするので、そうですね、はい、なんでまあそうですね、なんかやった分がこう必ずしも成果に結びつくわけではないっていうのが難しいんだと思います。難しいところ、うん、なんかまあね、もうお時間もあれなんですけど、はい、この4年の広報の中でこれは大きな失敗だったなというか、うんうん、いきなり飛び込んだ、ね、はい、広報業界じゃないですか、うんうんうん、あっていうなんかあります、あちゃっていう。そうですね、今あの考えてあれ結構やばかったなって思うのは、あの前の会社の PR 会社の時なんですけれども、うんうん、ちょっとそのメディアの集客を読み誤ったことがありまして、うんうん、あドキドキするなそうですね、ドキドキしちゃうな。結構前日まであのもうテレビ局とかに電話してたみたいなのがありますね。前にも出たね、そういう話ね。あ、ありました。全然来ないってことで、そうなんですよ、記者会見、記者会見で、あ、怖い怖い、タレントさんとかが出てるようなイベントだったので、まあ、あの逆になんか来すぎちゃったら困るなと思って、初動ちょっとゆっくりめでやっていたら、あれちょっとあまりにも来ないなみたいな感じで、もうかなり焦って前日までみたいな感じで、まあ、当日はあのなんとか あのよかった、なんとかな人数こう集まっていただいてっていうので無事に終わったりはしたんですけど、それはね、よかったですよ、心臓に悪いけどね。そうですね、読み誤るっていうのは結構集まりすぎちゃうっていう時もあったりはするので、そっか、そんなね、そういうラッキーな、ね、そうですね、そういう場合もタレントさんとかでね、うんうん、変わっちゃいますもんね。そうですね、そうなんですよ。あとは他 あのイベントとかが重なってたりするとも、それだけでっていうのが結構あるので、うん、それは失敗としてありますね。なるほど、読み誤ったっていう。ぜひ皆さんもね、参考にしていただいて、気をつけていただいて、ございますけども、締めだね、締めでございます。締めの、ね、じゃあ最後にですね、広報担当者としてこれだけは譲れないっていうこだわりを最後、はい、あなたにとっての広報理由ですね、はい、私にとっての広報理由、はい、はい、お願いします。でも、はい、そうですね、さっきのあのまあ何でしたっけ、ごめんなさい、あ、断らないとか、うん、チャンスに飛びつくみたいなのもそうですし、うん、あとはなんかあの双方のコミュニケーションっていうのをなんかすごく大事にしてほしいなと思いました。っていうのもあの、まあ、結構あの傾聴力じゃないですけど、なんか聞くことが大事だよねみたいなのって、うん、なんかまずはこうヒアリングだったりとか大事だよねってあの広報結構言われたりするんですけれども、うんうんうん、まあ、やっぱりそれだけじゃなくて、まあ、売り込むとはまたちょっと違うかなとは思うんですけど、まあ、一方通行じゃなくてあのこちらもこう開示することによってなんかこう自分のことだったりとか企業のことを好きになってもらう、なんかそういうことをあの大事かなと思ってます。なるほど。あとは結構私そのためにあの事前調査とかもするようにしていまして、なんかその相手とのこう共通点とか探って、でやっぱりこうそれをフックにして話を広げたりみたいな、なんかそういうところはあの大事だなって思ってます。それね、すごく重要ですよね。それはもう広報もそうですし、やっぱりなんかそのあたり営業のスキルももしかしたらいいかもしれないですよねベースにあるかもですね、やっぱりベースにねなんかそこの最初のアイスブレイクというか、最初のここでなんか共通項を見つけて話が盛り上がると当然ねあれですし、はい、男女のお付き合いと一緒ですね。なるほどございますね、いい持っていき方しますね。
はい、今日も楽しみ。次回ね、ぜひね、沖縄なんか社長行ってみたらどうですか。貯金してきますね。そうですね、貯金してきますね、手作りを。もうちょっとずつ貯めておきますですね。ぜひね、河野さん、河野さん、それから中野さんに、はい、よろしくお伝えください。社長と副社長ですね。ありがとうございます。ね、はい、はい、今日のゲストは株式会社ナノベーション、パブリックリレーションズの野沢千里さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。